小矢川は、富山県高岡市と小矢部市を流れる川で、小矢部川の支流。中流には、宮島郷の美景があり、稲葉山、宮島郷検定公園に指定されている。法通る丘陵のうち、高岡市と氷見市の市境になっている尾根を源流とし、三井アウトレットパーク、北陸小矢部のあたりで小矢部川と合流する。上流部には五井ダムと小矢川ダムの二つのダムがあり、小矢川ダムは、 富山県で有数の規模のロックフィル式ダムとして知られている。中流部で宮島郷という複数の滝のある美景を形成しており、多くの観光客が訪れる。下流部は足などの中水植物が多く自生し、鳥も多く往来する。かつてはこの川からその名を取った粉で村が存在していた。粉で川はこうなでるという可愛らしい川なおもつが、 その川縄とある悲しい伝説に由来している。中流部の宮島橋には、一の滝、二の滝、三のなど、川幅いっぱいに落ちる滝が点在しているが、この地形は柔らかい地層と硬い地層が、島状に並んでいたのが、川の浸食で、柔らかい地層のみ浸食され、落差を持つようになったことによる。ある時、川の上流の家に、旅の草庫に立ち寄った。 その家の娘がお茶を出して、そのお坊さんの飲んだ残りを娘が飲むと、やがて娘は見に覚えのない赤ちゃんができた。子供が三歳になった時、僧が再び訪れると子供から呪いを消し、子供を抱いて三度撫でたら子供の体はみるみる間に溶けて泡になってしまった。娘は泣く泣く泡になった子供を川に流した。それ以来、この川を粉出川と呼ぶようになった。 ありがとうございます。